ほう。おはようございます。おう、お昼休憩いいね。岡山に行く前の遠征準備をしていきます。アップルさん、ジージーありがとう。おやっきーさん、お花ありがとう。ふくちゃんち、お花ありがとう。祖父さん待ってたよ、ありがとう。アントニオ E.T. さん待ってた、ありがとう。待ってくれたんだね。え、全然全然そんな何も考えずにやってたの。何時までとかわかんないです。新玉さんありがとう、ペンライト。平成天狗さんありがとう。お花、スノーかわいい、ありがとう。パクチン、お花ありがとう。金曜に、おお待ってたよ、ありがとう。福ちゃん、お元気ありがとう。いちご並べたよ。はあ、ふ、探しに行ってんの。え、岡山まですごいよ。何時まで、24時間ですかね何時までってどういう話、意味ですかね。パンダさん、クッキーありがとう。そうちゃん、あげありがとうございます。あげあげですか。さくらみおんさん待ってたよ、ありがとう。ポムさん待ってたよ、ありがとう。あー、ぽわぽわしておりますが、今日も元気にやっていきましょうね。うん、ソニーさん、お花ありがとう。眠くてもうほわほわです。マリ、尊い、ありがとう。ハロー、この土日、この土日は、あ、ありがとうございます、感謝です。優しいですね。え、この土日は暑いんでしたっけ。雨降って寒いんですよね。マシャさんありがとう。お花、釣り川さんお花ありがとう。昼から半休取って岡山へ向かう。ありがとうございます。ぜひなんかお酒情報はぜひお利口さんに、もみんなに教えてあげてください。キハさん、お花ありがとう。嘘、今日も可愛いですか。佐藤のんすけ、かわいい、ありがとう。嬉しいな。お役目頑張ですね。少しも涼しい土日、オッケー、オッケー。あれも頑張れ。すのお花ありがとう。準備もしつつ行こうかな。うららさん、お花ありがとう。
時間が余れば、あれですよ、ご飯作りたいですね。あ、そういえばゲット、ご飯作りたいです。なぜかというと、豚肉があるんですけど、おはよう。あれ、それを消費したいからです。帰ってきたら食べられない豚肉になってちゃ困るので、豚肉を今日はこの家にある野菜と一緒にスープ、お鍋にしようと思います。向かってる、ヤッホー、早く来てねみんな。サラダ、お鍋にする。チンゲン菜もあるし、キノコもあります。そう、マジで豚肉を守らないといけないんです。また昨日みたいに、そう、マーラータンとかキムチ鍋とかにしようかなって思ったけど、わかんない、ちょっと昨日も味が低迷してたから。お料理するの好き？好きです、好きは好きですが、いつも加工されたものばかり食べているので、今日は自ら素材を味わうことができるのは嬉しいことです。しらすさん、ありがとう。花ちゃん、じゃあちょっと準備する。二人でにゃーん、連れていくリュックです。取れてる。やっぽける。今日も世界一可愛いって嬉しいです。しらすさん、お花ありがとう。身軽
ックでいけるように物をあんまり増やさないように頑張ります。うわぁ I'm sorry。 ねえねえ、ちょっと政治の話になるんだけどさ、ねえ、今総理大臣って変わった？日本の総理大臣ちょっと気になってしまったので教えていただきたいです。え、変わった？そうなんだ。なんで変わったの？急に変わるじゃん。マッサージガンも連れていくね。マジか、変わったんだ。なんとなく休息時間も連れていく。マジか。連れていきます。ここでコメントを。石破さんって名前、あの方は石破さんなのね。あ、10月1日から変わったんだごめんなさい、喉が。ラストワンさん、お花ちゃんありがとう。あ、そうなんだ。なんで岸田さんは、まあ、いろいろあるのね。大人の事情かしら。私がちょっと足りないかも。こういうのに詰めてるよ、ちゃんと。と、製造確認。
者軍団はちょっとやばいいるよはい、詰めました。パミー、今は化粧水と乳液とかお風呂グッズを詰めました。コンタクト忘れてる。割と大変だよ。フェリーさんペンライトありがとう。コウジやまさみさんもありがとうやで。ズーデスさんもありがとうやで。アーバーサイドアンダーさんもありがとうやで。女性総理の可能性もあった。そうなんだ、そうだったんだ。また4年間ぐらい一緒？総選挙知らないよ。ハリーさんファイトありがとう。テレビ見てないから。衆議院総選挙始まっちゃう。そうなんだ、マジか。みんな物知りだ。教えてくれてありがたい。調子はどうだいみんな。私は昨日の方が調子良かった。キューピーコアアルファのおかげかな。
のにどっか行ったんだけど、私透明になっちゃった。透明感がありそう。あれれ、わかんない。いいなぁマック。岡山でゆっくりできるのかな。目がかゆい、目がかゆかった今めっちゃ風さん、フェリスさん、ありがとう。パンチュウナギさん、ノラスケさん、ありがとう。風さんも、山猫坊主さん、かゆふかゆか、くにっちゃん、ありがとう。へぇー、ユッキーミルさん、ブラボー、ありがとう。みんな教えてくれて嬉しい。目かゆい、目はいつもかゆいです。あ、あった。 Oh yes。 わかる。さんマックの三角チョコパイやばい。今年こそはグラコロを食べたい。いや、ちゃんと軍団を引き入れ、引き入ったら、まだ月見やってる？今日もどこかに出かけるよ。マイカー公園に行きます。プリプリ、エビプリ、鬼ゆず、七味タルタルソース、なんじゃそりゃ。食べたい、食べたいに決まっちょる。
くしゃみしちゃった。帰り寒くないといいんだけど。お花ちゃんさんお元気って、ありがとう。お元気ピースさん、クッキーありがとう。お花ちゃんさん尊いファイトありがとう。うまひそすじさん待ってたよありがとう。きなこ餅たんこの月見パイまだそれも食べれてない。絶対おいしいやん。マイカー、そう豚肉からのマイカーだよ。ここで豚肉をしなきゃ。必要なものは詰めれたはず。じゃあ今からお待ちかねの豚肉タイムです。全然時間めっちゃ余裕。豚肉タイム。のろすけさんありがとう。お花、あうさんもお花ありがとう。牛丼食べたことない一人で。
みちさんありがとう。高雪さん待ってたよ、ありがとう。トリガーさんもありがとう。バットマンムービングさんもありがとう。移動時朝夜寒い、オッケー。豚肉のチタタプス、日焼け止め塗ります。お腹、お腹を空かせた子猫です。今ハングリーリトルキャッツです。アリロハングリーキャッツです。豚肉とキャベツを蒸すのも美味しそう。鏡かわいいよね、好き。お話し会ですか、一枚でどれくらい。ちょっと慌ただしくなるかもしんないけど、一枚だったら結構すぐ終わっちゃうかな。15秒ぐらいかな、1枚。ちょっと慌ただしいかもしれないけど、話せることは話せる。ワイルドの佐藤さん、かわいい、ありがとう。お腹すいた。安田ヨーグルトも飲もう。でもまあ試しだったら1枚かな。2枚あったら妥当かな。3から5枚受ける、マジ？なら5枚、5枚なら5枚だよ。なぜかというと、ゆっくり私も質問ができる。多分1、2枚だったら自分が話したいことで終わっちゃうか。まあそれでもいいけど、全然。でも私も「え、君は」みたいな感じに話しかけられるのは5枚かな。圧が好きなんかい。なら5枚でしょなら5枚。日焼け止め塗りました。ヒーさんありがとう。パオくんありがとう。15秒だったらうわーってなっちゃうかも。あるよ。安田ヨーグルト。岡山でもなんかヨーグルト系食べれないかな、飲めないかな、見つけられるか。藤山さんありがとう。うっかりガチ恋とかあるの？おお、800回もありがとう。飲むぞー。いただきます。うん、
ルルンさんバラありがとう。うまっちです。ううん、新潟に来させてくれてありがとう。今岡山なおにょう。ハリーさん馬ありがとう。馬っち。コバさんかわいいありがとう。今無心に飲んでた。安田ヨーグルトさんラブ。そう、新潟で買ってきたお土産あと1個しかない。近所のスーパー売ってんの？いいな。うん。なんでシュークリーム外側しか食べんの？内側やろ。うん。申し込んでくれてる日。スーパー探す。てか普通に岡山のスーパーでも。え、そうなの？え、見つけたい。レントゲン写真集骨？仲直りシュークリーム。青少石あるの最高だよね、岡山。てか、ちゃんとさ、忘れ物してないよね、私。パコパコ、パカパカ。花ちゃんさんもお花ありがとう。2週間ぐらい過ぎた方がちょうどいい。厚揚げなんですけど、発酵食品だからいいか。豆腐で。あー、ヘッドホン。よし、失礼。メガネコンパクト、コンタクト、モバージュ大丈夫よね。コンタクト入れたし、メガネあるし。
ば大丈夫だよね。財布携帯ヨーグルト、大丈夫だね。お花ちゃんさんもお花ありがとう。ヒデさんもお花ありがとう。鍵リップ、え、それな、移動中のお布団どうしようと思ってさ。てかまあでも布団はまだ寒い季節じゃないからいいかな。じゃあちょっとチンゲン菜と豚肉、チンゲン菜豚肉鍋で検索して味付け考えよう。あ、常夜鍋。本当にチンゲン菜と豚肉しか使わないやつある。水、酒、ニンニク、ポン酢でいただくそうです。常夜鍋、一応歌、あ、持っていく。パーカー、タワさんも花ちゃんありがとう。卵は使わない。お腹空いてきた。それな、キムチも良さげって思ったけどキムチ持ってない。キャッツビー入れた。エア枕、モバ充入れてないけど、まあ、充電器はある。ちょっと一瞬だけ離席してくるわ。リセルね、リセルね。リセルとか言葉、大丈夫？私洗い物もしなきゃだけど、鍋、お鍋から食べていいよね。13時には出るんだが、ウェイパーで味付けしといたら何でも美味しくなるよ。料理オン配信。
にょん。マロ兄ちゃん。そうだよ。余裕？余裕よね。お花ちゃんサム。おお、ミラ。ミラボありがとう。それな、今日は何の差し入れがあるだろうか。すっごく楽しみ。タワさんありがとうね。マロニーちゃん入れる。煮立ったところにそのまま入れて。わかりました。ああ、グルテンフリー麺って嬉しい。差し入れ頼みですね。もうそろそろ。すごい。こんぐらいかな、マロンちゃん。こんぐらい。ニョッキンミルンさん、いいね、ありがとう。ハリーさん、パチパチ、ありがとう。よい？ハリーさん、ブラボーもありがとう。リコちゃん、偉いね。公演前にやけどしないようにする。本当だよ、怖い。今、ちゃんと監視しながら。遠い惑星さん、
キーさんありがとう。越後の差し入れのお寿司美味しかった？美味しかった。めっちゃ美味しかった。なんかプリプリしてた。おお、いいですね。え？ハンバーガー？ハンバーガーラブ。シモテオッケー。チンゲンサイ好き、私も。うん、できるかな。もうお玉洗っといた方がいい。はいはい、はいはい、自炊公園。うん、チンゲンサイのオイスター炒めじゃない、チンゲンサイの鍋。チンゲンサイと豚肉とマロニーちゃんの鍋です。マロニーちゃん、マロニーちゃん、もういけるかな。マロニーちゃん5分茹でろみたいなの書いてた。うん、春雨。ワクワク、ワク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 。だよね。大根おろし欲しい。センターはチンゲンサイ。マロニーちゃん、マロニーちゃん、ミキヤくん、タコありがとう。マロニーちゃんしか。でも割と豚肉かもしれない。いいかな。あれ、お水ここ。鍋敷きはタオルです。見えます？
豚肉とチンゲン菜は見えたね。ふう。ピコチまさかお鍋のまんま食べようとしてる？そうだよ。ポン酢さ見て新しいの昨日買ったんよね。今日のために。しかもなんか生醤油みたいな感じのポン酢。よし。おっとっとさん、かわいい、ありがとう。鍋はもういいよね、鍋ごと。おっとっとさん、かわいい、ありがとう。2回も読む。なんちゃん、ありがとう。はなー、じゃあ早速いただきます。ちょっとお肉が硬くなっちゃった。マロ兄ちゃん、割り箸が毛羽立っちゃう。ハリーさん、うま、ありがとうです。白米ない。ではいただきます。熱っ。しばさん、うま、ありがとう。おいしい。見えない。マロニーちゃんもバッチリ。キスをあげるよ。マロ兄ちゃん必須ですね。本日の831だ。初恋サイダー。鍋の季節だね。嬉しい。お裾分けを。でも一人で食べきれるか不安になってきた。
初恋マロニーで。うん。おはよう。しゃぶしゃぶ行きなーね。ポン酢って美味しいよね。ごまだれも好きなんですけど、オロポンもいいわね。やってみたい。柚子胡椒。チラミポジやったぜ。ラー油も。ごきげん。食パンダさん待ってたよ、ありがとう。ラー油も垂らして。辛そう、普通に。辛い辛い。かなおちゃんそんなこと言ってくれてるの？私も楽しみよ、かなおちゃんと。お花の器。フライングタイガーで買った。わかる？ショールームの器に乗せてみせて。ここでまず一旦冷まして揚げるの。かわいいよね、お花の器。本物野菜。ラー油のポン酢も美味しい。ジュースじゃないね。お花ちゃんさん、お花ありがとう。くちゃんちもお花ありがとう。ふう。
時間が迫ってきている。花こりって売ってる？上手と下手どっちが多い？結構どちらもかな。見て、でも下手も行くし、どっちも多い。もうお腹いっぱい。マロ兄ちゃん食べてるよ。お茶碗一杯分のマロニーちゃんがある。もうこんな時間だ。ふう、暑い。ね、そう、ポン酢味。マシッソよ。ハルルンさん、うまありがとう。マシッソよ。そう、韓国語で美味しい。赤ちゃんチンゲン菜。
ちそうさまでした。うーお腹いっぱい。お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。マロニー最高。早急にお片付けをします。何のブーだろう。大事連絡のブーだったら、あと1分2分待ってくださいってなる。ちゃんと洗い物してるよ、偉くない？わお、ママからでした。オッケー。まあね、お家に帰ってきてキノコが生えてるとかはならないと思います。洗い物超少なくなったよ。家庭的な、ウケる。家庭的リコチ。ハリーさんブラボー、ありがとう。じゃあ今日持っていくお菓子を一緒に選ぼう。私もベイビーチンゲンサイ大好き。一緒に選ぼう。今日持っていくお菓子。
今日はよろしくね。みかん組、芋組、焼き干し芋にします。え、それな、食べてすぐ食器洗ったの偉いよね。忘れ物とかしてないよね。今日行くからよろしく、よろしくね。よし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 。ハンカチ持ってない。ハンカチ持ってない。ハンカチめっちゃ大事。モバイルバッテリーは多分大丈夫。キノコが生えちゃう、困るから。じゃあそろそろ行くかね。では皆様、今日も私の配信を見てくれてありがとうございました。でも言うてまだそんなに慌てなくてもいい時間。まあでも念には念を、歯には歯をということで、本当だ、速攻元気準備してるよって。すごい、うわいいな、いいな、うどん。え、なんかみんなご飯食べたよ系のあれされてる。すごっ。よし、あ、移動中いいですね。いいな、食べたい私も。よし、じゃあみんな見てくれてありがとうございました。今日の夜も配信するのでお待ちください。では39位から遠い惑星さん、パンダさん、ポムさん、タワさん、食パンダさん、クニちゃん、ヒヒさん、サンパチさん、佐藤のんすけ、ボヤッキーさん、ソニチヒデさん、チュータンさん、ヒガナオさん、トリガーさん、平成天狗さん、渡辺さん、シバさん、アッキーさん、ムービングさん、ヒロッチさん、アップルさん、ソフさん、ノラスケさん、アーさん、あ、変わっちゃった、アーさんの渡辺さん、トラッキーさん、のんちゃん、ミツさん、スノー、キハさん、トトラー、ウラベさん、ハルルンさん、そして本日の秋元先生枠はおっとっと先生です。ありがとうございます。よきみるさん、福ちゃんち、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位コバさんでした。コバさんありがとうございます。第2位ハリーさんでした。ハリーさんありがとうございます。第1位お花ちゃんサムでした。お花ちゃん様ありがとうございます。そしてみんなでした。みんな見てくれてありがとう。元気に行ってくるでやんす。トトロファイト、ありがとう。元気に行ってくるでやんす。また会おうね。あ、お話し会申し込み間に合ってよかった。よかったよかった。じゃあね、みんな。
健やかに行きましょう。お、トトラファイトありがとう。それでは皆さん、お、福ちゃんファイトありがとう。皆さん健やかに行きましょう。それでは行きますよ。せーの、えいえい、おー、健やかにマイカー公園行ってきます。マイカー岡山、マイカー、ではまたねー。